刺繍教室へようこそ。今回は夏にぴったりの紙刺繍をしていきたいと思います。小学生のお子さんの夏休みの自由研究のテーマにもとってもいいかなと思い動画を撮影しています。使う刺繍のステッチは4つで、布ではなく紙に刺繍するので難易度も少し下がって工作っぽい感じになるかなと思っています。それでは最初に材料の紹介です。横10センチ、縦 14.8 センチの黒い画用紙を用意しました。こちらは白いスケッチブックなんかを黒とか紺色に塗ってもらって絵の具で塗ったりして使ってもいいかなと思います。私は今回ダイソーで購入した黒い画用紙が家にあったのでこちらを使っていきます。すべての材料の一覧表はこの後、材料一通り説明し終わった後にスクショしていただく用のものを準備していますのでご活用ください。黒い画用紙ははがきサイズに切っておきます。鉛筆やシャーペンなど消しゴムで消せるものを準備してください。こういう丸い定規があったらすごく便利なんですけど、例えばこういう調味料の瓶の底とか、これは水筒の蓋なんですけど、こういうものでもまん丸を取れれば全然問題なく使っていくことができます。ペットボトルのキャップとかでもいいと思います。こちらは目打ちです。針よりも針先が尖っていなくて画用紙に印をつけるのに向いていますが、なければ待ち針とか画鋲でも大丈夫です。このようなカッターマットも用意してください。ない場合は段ボールでもいいかなと思います。糸切りバサミを準備します。それから刺繍針、いろんな太さがあるんですけど、今回は3本乗りをしていくのでナンバー5か6を準備してください。それからマスキングテープ、テープのり、テープのりの代わりにセロハンテープとかスティックのりでも代用できると思います。刺繍糸なのですが、こちらはコスモというメーカーの刺繍糸です。糸番号は106108222330210を使います。こちらは好きな色の糸を選んでいただければ大丈夫です。100均にも一応刺繍糸売っているんですけれども、絡みやすかったり滑りが悪かったりするので、なるべくコスモか DMC あたりを使ってほしいなと思っています。このように使いやすい状態にしてあるんですが、使いやすい状態に刺繍糸を収納する方法はまた別な動画のリンクを貼っておくのでそちらをご覧ください。それでは始めていきます。好きな大きさの丸が形取れるものを準備します。コンパスとかでも全然いいんですけど、今回ちょうど良さそうだったのでマスキングテープを使いました。外側を丸くなぞって形をつけていきます。すごく見にくいんですけど、光の当たり具合でどこに印がついているかわかります。ここまで説明をしそびれてしまったんですが、今回は花火の刺繍をしようと思っています。先ほどの丸より小さい丸で花火を作っていこうと思うんですけど、こちらの丸定規を使ってもよかったんですが、これはちょっと今回は大きすぎたので水筒の蓋は使っていません。身近にあるものがいいかなと思ったので
ブラックペッパーの空き瓶を使いました。どこがいいかなっていうのはご自分で、好きな場所で全然いいと思うので、これも書きます。私は3つ書いてみました。全部の丸が違う大きさでも良かった気がします。あまりにもちょっと見にくかったので、今回は撮影のために丸定規を当てているんですけど、ブラックペッパーの丸がちょうど3センチだったので、3センチの丸を使って説明します。まずは中心に点を打って、打ってもいいんですけど、直接目打ちなどで印をつけ、こんなに力強くやる必要はなくて、裏側にちょっと穴が透けている程度で、穴が開かなくても OK です。こんな感じで真ん中1個打ったら、その外側に五角形になるように点を打っていきます。さらにその 0.7 センチくらい外側にも点を打っておきます。五角形もしっかり測らなくて目分量でいいかな、工作っぽいかなと思っています。図案を作ってもよかったんですが、皆さんが作りやすいようになるべく身近なものでお金をかけずにできる方法でご紹介します。点と点の間の部分からまた点を打って、その延長線上の 0.7 センチくらい先にもまた点を打ちます。今とっても分かりにくいと思うので、刺した状態を見ていただければいいと思ってます。で、自分でもだんだん何を穴開けているのか分かんなくなってくるので、線で結んで隠れるところはこのようにシャーペンで印をつけてしまいましょう。これは最後まで消さなくても問題ありません。まっすぐなステッチをたくさん入れていくような花火にしようと思っています。なぜ 0.7 センチなのかという話なんですけど、このくらいの長さが一番ちょうどよくて、1センチまで行ってしまうと糸がこうグニャンってたわんでしまって綺麗に見えない。あんまりきつすぎても 0.2 とか3とかだとちょっと狭すぎるので、今日全部3本取りで刺繍するんですけど、 0.5 から 0.8 センチぐらいがちょうどいいかなと思います。そしたら、この丸、最初に描いたブラックペッパーの丸のところに隙間を埋めるように中心中心を取って点を打っていきます。あと花火のこのニョロニョロっていう軌道っていうんですか、これも描いておきます。ここもだいたい 0.7 センチくらいの間隔で点を打っておきました。なるべく同じぐらいの長さになった方が、このニョロニョロの部分はとっても綺麗に仕上がると思います。こっちの大きい方の花火なんですけど、なんかこの点を自分で打ち始めた時にすでに五角形を作ろうと思って、なんかちょっと失敗しちゃったんですよね。ここが感覚がうまく出なかったんですけど、もう一回押しちゃったら跡がついちゃってるので戻れないので、だんだんちょっとわからなくなってきちゃいました。最初にどんな模様の花火にするかを決めていたんですけど、ちっちゃい方の花火を刺している間に忘れてしまったり、色を変えている間になんかぐちゃぐちゃになっちゃったり、今回私はしてしまったので、なるべく下書きを別な紙にしておいて、こういうイメージにしようって決めておくか、ちょっと穴を開けたらそこを作ってから別な刺繍に行くとかした方がいいかなと思います。こんな感じで、裏は中合体恐怖症の人は大変申し訳ないんですけど、こういう感じでそんなにしっかり穴は開けていません。極
今日はちょっと夏バテ気味で力があんまり入らなかったのでこれくらいだったんですけど、全然問題なく使えます。画鋲とかの方はもうちょっとしっかり穴が見えるかなと思います。消しゴムで丸のところだけは刺繍糸で今回隠れないような図案なので消しておきましょう。それでは108番使います。刺繍糸はこのように一束が6本糸が合わさってるんですけど、ここから1本ずつ糸を引き抜いていきます。左手は押さえておいて右手を動かすだけ。糸の端から裂いたりすると絶対に絡まっちゃうので、ここでしっかり押さえて引っ掛けたところを片手で引っ張るっていう感じにすると絡むことなく取れると思います。こちらも三つ編みにしておけばスッと元に戻ります。3本糸を取ったので糸端を今度は揃えます。いつもここまで丁寧に説明しないんですが、夏休みの自由研究にするなら詳しめがいいかなということで丁寧に説明しているので、こんなの知ってるよっていう方はちょっと倍速にしたり飛ばしたりしながら見てください。次は針に糸を通します。もちろん糸通しを使ってもらっても構わないんですが、こんな感じで人差し指と親指で針をくるっと回しながら糸を迎えに行ってあげるような感じで通します。糸にはあらかじめギュッと線をつけてあるのでこのように簡単に通ります。糸は短い方と長い方、針を通した状態で作っておいて長い方で刺繍していきます。こんな風に裏から針を出そうと思うと全然穴じゃないところから針が出てしまって布とは違ってもう元には戻せないので、表からちょっと針を出してあげて裏に返して裏からまた針を出してあげることで、どこに刺したいところにちゃんと針を出すことができます。糸端は最後にまとめて処理しますけど、このように最初に仮止めしておきます。刺繍するところじゃない余白の部分に糸を引っ張ってきてマスキングテープで仮止めします。表に針が出たので、先ほどこの線をつなげた点と点の部分ちょっと見にくいと思うんですけど、そこに針を落とします。このまま引っ張っていってしまうとこの角の部分が折れてどんどんここが汚くなってしまうので、その都度面倒なんですけどこんな風に外してあげながら刺繍しましょう。次作りたいところに穴を開けてそのままひっくり返して今開いた穴のところから針を表に出してまたつながっている先の点のところに針を落としてあげます。これもこんな風に手を開いたままだとヘゴヘゴしてしまって折れてしまうので、紙が折れないようになるべく針を出し入れするところの近くに左手を添えておきましょう。次のところに目印を打ってひっくり返したらこんな風にこう出てしまっているところが出てくると思うので、これはその都度引っ張ってなるべく裏も緩みがないように仕上げていきましょう。そうは言っても必ず裏がぐちゃっとしてしまう瞬間はあると思うので、そこまで神経質にならずとも大丈夫です。この調子で最初の五角形の5本の線を入れていきます。もうこの辺はそんなに難しくないので、針をブスッと強く刺してしまって指から血が出ることを気をつけていただければうまく5
子さんでもできるかなと思っています。5本刺繍できました。でこの状態では私はちょっとイメージがすごく湧きにくかったので、一旦この糸を処理して別な糸に変えてしまおうと思います。この延長線上にフレンチノットステッチというステッチを後々入れるんですけど、完成品の写真を見てもらったりして場所が分かっている方はそこで糸の色を変えずに刺してもらっても構わないです。私はこの場でこの色にしようかなっていうのを決めながらやっていたので、一旦糸の色を変えました。また6本の束を掴んだら針に1本ずつ引っ掛けて片手を引っ張って3本取ったら糸の端を合わせて針に通します。糸の縦に印を入れてこんな感じで迎えに行って針を通しましょう。これは多分難しいので親御さんまたは糸通しにお任せしましょう。さっきのマスキングテープを兼用して裏を固定したら、ここに針を出したいなっていうところを印つけておいて、裏から表に出してあげます。続いてもこれはストレートステッチというステッチなんですが、最初に作った五角形の半分の長さのところからさらに外側に 0.7 センチくらい出すようなイメージで作ります。こんな感じであっという間に5本刺せると思います。これだけでも結構可愛かったので、シンプルにこれを3つ花火で作ってあげてもいいかもしれませんね。本当に小学校1年生、2年生、3年生くらいまではストレートステッチだけで仕上げても十分大変だし可愛いと思います。次にフレンチノットステッチしていくんですが、針に3回糸を巻きました。こんな風に引き締めて、これ絶対机の上でします。空中でやるとぐちゃっとなっちゃうので、この結び目のところをすぐ横のところを左手の親指で支えてゆっくり糸を引き抜きます。これでまん丸のステッチを作ることができます。結び目がこう上に出てるような感じですね。これ3回巻きなんですけど、ここの外側は少し小さくしたいので2回巻きにします。もう一度やってみましょう。まずは机の上に置いて1回、ちょっと引っかかっちゃいました。もう1回、1回2回巻いて、巻いたところは人差し指で押さえて針を最初の穴に入れます。そしたら左手でキュッと絞って、左手で結び目が戻らないように固定しながら裏から支えてゆっくり糸を引き抜きます。これはもしかしたら難しく感じる子もいるかなと思うので、できなかったら入れなくてもいいと思います。2回巻いて同じところに針を戻して紙を持ち上げて固定しながら親指固定して、こんな風にちょっと引っかかっちゃうこともあるんですけど、ゆっくり外して結び目の部分は常にどっちかの親指で押さえておきながら下に針を入れてあげます。慣れてくればそんなに難しくないんですけど、慣れるまでは別な紙で練習するのも楽しいと思います。1、2と巻いて
巻きが戻らないように最初の穴に針を入れたら親指で固定してあげて、ゆっくり糸を引きます。はい、これを作っていったら、次は糸の色を変えて丸く一周作ってきました。今裏こんな感じになっています。結構な距離を移動するときは裏の刺繍糸の中を通して移動すると引っかかりが少なくて後の作業がしやすいです。でこのニョロニョロのところはバックステッチというステッチを使います。最初の穴から針を出したら次の穴に入れて、次は一つ先の穴から針を出して一個前の穴に戻ってバックしていくっていうステッチです。一つ前から出して戻る、一つ先から出して戻る、こんな感じで作ります。次の色にしたいときは一旦針を抜いて、このように空いてるところで固定しながら別な色の糸を使ってどん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 刺繍を足していきましょう。次なんですけど、本当に一つ目の花火を刺している間にどういう花火にしたかったかを忘れてしまったので、真ん中はなんかわからないけど3つ穴が開いていたので三角形を刺すようにして、ちょっと記号の花火っぽい感じにしました。で今完成品を見てるんですけど、光が当たる、裏から光が当たると穴が開いていて針が通っていないところがすごく目立つんですが、それが一つ見つかって、なんか私が刺したかったのやっぱりこれじゃないんだっていう感じに仕上がってしまってます。後から付け足したくなったら付け足そうぐらいの感じで刺繍してあげてください。4つ目は紙刺繍の定番レゼーデイジーステッチをやっていきます。表に針を出したら同じところに針を戻して、全部糸を引き切らないように指にちょっとかけておきます。この延長線上にある印のところから針を出したら、今指にかけてある糸をすくって輪っかのある方向に針を引っ張ります。引き締めたい大きさを調整して、また同じ穴に針を入れるんですけど、今輪っかを囲むような感じで留めてあげます。これでレゼーデイジーステッチが一つできました。もう一度やってみましょう。雫っぽくなるように雫の先端から針を出し入れして、ここで全部は引き抜かずに押さえておいて、その先にある印のところから針を出して、輪っかに針をかけて進行方向に引っ張ったら、大きさを整えて輪を囲むように留めます。こちらは花火が大きかったのでステッチの一つの長さが 1.5 センチくらいだったんですけど、レゼーデイジーのこの花びらみたいになっている大きさのバランスを見てこれくらいでも大丈夫かなと思って、こん
な感じにしましたが、もうちょっと小さくても可愛いと思います。これ以上大きいとただの直線みたいになっちゃうので、それは気をつけたいところなんですけど、こんな感じでどんどん刺繍します。外側は110の刺繍糸でフレンチノットを2回巻きしています。こんな感じで前のフレンチノットに引っかかっちゃうことがあるので、慌てないでゆっくり引っ張りましょう。なんだかんだでできたんですけど、なんか物足りない感じがしました。これで図案というか最初に自分でつけた印通り完成しても全然問題ないのですが、ここからはもう自由な時間、増やしたければ増やすし、増やしたくなければ終わりにする。ここはもう印もつけないでランダムな感じで、その時のインスピレーションを大切にちょっと華やかにしてみました。裏側ですが結構すごいことになっています。仮止めしていたマスキングテープを剥がして、スティックのりやテープのりで画用紙にちょっとだけのりをつけたら、その上に糸を置きます。これだけだとちょっと不安なので、その上からまたマスキングテープを留めて、出ているところをハサミで切って表から見えないようにします。こんな感じでどんどん糸処理をしていきます。完成しました。とっても綺麗な花火が3つ上がっています。裏はこのような感じになっています。あえて裏が見えないようにしませんでした。例えばこのステッチの裏側はこんな風になるんだよとか、糸がビュンって渡るとこういう風になっちゃうんだよっていうのを研究成果として発表しても面白いと思います。いろいろなステッチの裏側は結構形が違っているので、観察するととても楽しいです。表もフレンチノットはポコッとしてるし、ふっくらしているステッチもあるので、いろいろと考察できると思います。夏休みの宿題に花火の紙刺繍はいかがでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。